さあ、じゃあ今日もやっていきましょう。という感じで。変な感じだな。とりあえず今日って何やったっけな。ちょっとプレイするのに期間が空いちゃったから。何があったか忘れちゃったな。L で何かあればいいんだけど。ないな。今日あたり木を植えたりするのかな。もう前日の嵐の時は、もう一日ダンジョンにこもったきりだったからね。ダンジョンって言うんかね、あれ。All the preparations are complete. マーベルさんじゃない、取れてる。Let's head there together and we can start planting. 準備 OK よ。みんなお口にいるわ。一緒に行って栽培を始めましょう。おお、いいね。で、朝ロボットにお願いできるっていうのは本当に楽でいいね。Thank you for coming, everyone.みんな来てくれてありがとう。始める前に、ルオ教授から挨拶があるようです。お、君たちと共に働くことができて、とても嬉しいです。普段、仕事と趣味は分けていますが、今回の旅は両方を楽しんでいます。本当に充実した冒険ですよ。私たちもここに来てくれたことを心から感謝してるわ。ああ、すっかり絶望しかけていたところから、ほんのちょっとでも砂漠を手なずけることができたんじゃ、この短期間で。さて、始めましょう。自分がサンドロック所属のモバイルスーツパイロットじゃないという事実を受け止めて、うんぜ、その栄誉に、よくしてくれるかい、よくかな。で、あれに乗れるのか、これか。で、乗って。どうすんの？ああ、なるほどな。で、きちんと埋めたいね。よし。のせいか。心なしか足りてない、やっぱり。Excellent. Looks like everything is functioning as expected. 何もかもが思い通りにうまくいってるね。ああ、本当に嬉しい。あとは森がどれほど育つかしばらく待つだけ。Yeah. You're like a professional. I was impressed. だね、プロみたいじゃん。感動しちゃった。I'm very impressed with the expertise that サンドロックに備わる知恵には感心させられます。グリーンランド計画もきっと実現できるでしょう。ニアと私は明日出発します。ポジティブな気持ちで離れられるのが嬉しいですよ。すぐにコピーを送るよ、教授。感謝します。一緒にプロジェクトやったの？いや、ルオ教授が手に入れられなかった感があってね。僕は予備を持ってるよ。ロケットの中の戦争を見逃すのは惜しい。何よ。寂しくなるよ、ニア。まあ、そんなに心配しないで、すぐ戻ってくるから。二人が来てくれて本当によかったな。森の進捗を必ず報告してくださいね。そこから学べるものがたくさんあるでしょうから、数年後にここで豊かな森が見られるのを楽しみにしてます。おお、あ、やっと靴も手に入ったか。今つけている服がフューチャーなんとかじゃ。レベル 55？ ん？ん？ 50？ ん？ あ、レインボー、あ、もう55のレベルになってきたのか。モード F は持って帰れない。持って帰れる。ああ。早い早い。馬と一緒ぐらいや。まあ、とりあえず置いて帰れたらいいやろ。みんな少しずつ消えていく。で、今日は別のとこでもイベントがありそうだね。なんだ、どこだ？ここか、橋がない。あ、橋ね。いやー、前日も
なんか水没してたんだよね。橋必要、橋は必要よ。とりあえず家の前まで行って、まあ1時間かかるけど、時短はできるからね、リアルタイム。今起動がちょっと遅かったな。怖いな、そういうの。お、チェーン先生じゃないか。Hey there. After the model, I understand. 課外授業かい？ See ya. あ、今日土曜日か。ジャスミン一旦寄ってきて、なんか向こうに行ったな。やあ、エルシーや。Hey, if you got something... 今日は日曜日じゃないから、みんな教会にはいないんだな。で、なんだ？一旦これ下ろそう。で、チーホンから。ああ。これは普通に好感度上がってる。グレースから。すぐにサンドロックに戻れるかわかんない。でも元気を出して。それはサンドロックが安全だってことだから。あなたと私のおかげで。もし私が戻れなくても、これは私たちが頑張った証拠よ。それがこの職業の矛盾点でもある。仕事をきちんと片付けたのなら、なぜ戻る必要があるのかってね。サンドロックはとても順調みたいね。町が成長していく様子をあなたと一緒に見たかった。あらゆる変化にはきっとあなたが関わってるんでしょうね。あなたの言葉を読むだけで元気が出てくる。私もあなたに会いたい、とても。おお、いい反応だね。多分帰ってきたら恋人関係になれるんじゃないかな。そこら辺は楽しみだね。じゃあここら辺をちょっと、あれ？ライノホンサボテン結構いいお金になるね。いや、お金稼ぐことをメインにちょっと頑張っていこうかな、今後は。チタン合金も納品できて、金銀ごとも納品できて、火炎のチタン合金も納品できる。全部納品できるやつばっかしだ。まあ、作る必要がないから今日は楽だね。もうちょっとでね、お家の拡張もできそうだから、土地の拡張か。まあ、とりあえず、その橋のイベントを見てしまおうか。どんな橋を作るんだい？ここね。お、ジャンプ、ギリギリ間に合った。バーシェス自体大丈夫？水に攻撃される。ちょっと不意じゃないんだから。主任安全検査官でなくてもわかると思うけど、こんなの危険よ。ちょっと待って、まさかまた悪夢見たの？今起こしてあげる。ここに橋を架けるんです。そうです、悪夢です。自分が見えるんです。オアシスのそばに立って子供たちがオアシスを渡ろうとしている。靴を履いたまま慌てて止めようとするけど、口を開いても音が出ない。だからオアシスに飛び込んだんです。向こう側への架け橋になるために。でも、自分の体では長さが足りない。彼らが自分の顔に足を滑らせて水に落ちた瞬間、悲鳴を上げ、目が覚めました。変な夢。Hey there. あら、雲仙じゃない。オアシスを温暖するあの古い道を行くつもり？あそこは今、残念だけど、水浸しよ。まあ、これぞまさに成功の苦しみ、いいね。その通り、水が多ければ多いほど問題が増える世界なんて想像もできなかった。とはいえ、過去に直面した問題を考えると、どんなに回り道しても、睡眠麻痺の悪魔に襲われても、昔の水なしの時代に戻りたいとは思いません。そうだね。まあ、橋を架けるのはどうだろう。橋？とても大掛かりな作業になりそう。素晴らしいです。橋ですよ。早速、トルディ市長にこの計画を話してみる。見ましょう、ウンゼ。追って連絡するので、定期的に郵便受けを確認してください。See ya. いや、その前に健康診断によろうかな。オアシスでのたうち回ったせいで、いくつか傷口が開いてしまいました。See ya. ね。そうね、気をつけてね。雲仙も、また後でね。おぉ。あれ？ベルルはどこ行ったんだ？アミラさんと最近デートしてないな、そういえば。久しぶりにデートしたいな。あれ？
おー、来た来た、メルル。メルルの名前って変えられるんだっけ？まあでも、そのまんまにしといた方がいいよね。さ、じゃあ、ウォーターワールドで今日も水を買って。そんなに高くならんくなったのかな、水って。ブラックソーサルの種な。買ってちょっと植えられるか調査しようか。Hey there. Thank you. じゃあね、いろいろ溢れていたものをね、売ってきて、今ね、ここだね。27万か。5400ゴールぐらい稼いだから拡張していきましょうか。久しぶりだね。もうこれ以上は、あ、最大だね、これで。いやー、長かった。あ、今度はここの横に長くなるだけか。あー、またこの植物たちも植え替えないといけないのか。そう思うとちょっと思うところあるな。まあ、今回で最後だからね。じゃあ、とりあえず、姫ニンニクを植えていくか。豊かな土壌になったから、もう、植えなくてよくなったのか。いやー、ちょっとここから時間かかるな。まあいいや。時間かかってもやるのがいいところ。まあ、とりあえず、まずはこういう大きめの門から移動。こっちじゃないよ。こっちを移動させたいんだ。で、これも、とりあえずこれは固定かな。よし、オッケーオッケー。あー、どうしようかな。この、これ、待って、これ邪魔やな。この水槽はここになんかはめたくなるのか。うん。で、一応どうしようかな。一応、なんだろう。ペット部門としてここにセットしておいて、一応まとめて移動させるか。グループ作ってね。グループ作れてない？あれ？あ、番号違った。これだった。オルートキーを押してたな。で、これで、で、グループ作成して、で、すべて移動。あ。ちょっと横に伸びすぎたな。で、この移動して、こっち。ん？迷うな。いや、違う感じがするな。グループ移動させて、ここにやって、とりあえずこれもここに移動さ。これはやっぱ縦やな。縦で、この爪研ぎだけここに置いて、で、すべて移動でこうやな。いいよ。で、グループ解除、OK。で、これも、ここに移動させて。これまとめて移動させんとあかんな。ああ、家も移動させんとあかんな。家移動させたらな。中の家具がごちゃごちゃになるから嫌なんだけど。とりあえずまとめて選択して。当たり前だけどね。グループ作成で、すべて移動。見にく。これが端っこか。
裏もちょっとスペース空けようか。じゃあ移動させて2マス分ぐらい空けとこうかな。完全に裏道っていう感じで。いやー、あとは門というか階段が移動してなければ一番いいんだけど。で、この植物移動させるのが一番めんどくさいな。とりあえずグループ作成して全て移動。開けたから、ここも開けておこうか。で、これもグループ作成。多分これで、でき、ああ、よかった。あ、回転必要ないって。OK。いやー、大変。で、無駄に置いたこの、これはもうグループになってんのか。で、すべて移動。グループの恩恵のありがたみを。こんぐらい開けとこう。で、これはすべて移動。いや、これ単品で。移動させて。移動。で、ヘルパーボックスも向きを変えて移動。どうしよっかな。しかし、随分入り口から遠くなってしまったな、家が。悩むとこだ。裏は裏で良かったんじゃないかと思うな。移動させずに、裏は農業スペースとして使うか。で、移動で、ここに、元に戻って。これらを、すべて移動。見えた方がいいかな。まあ、後から変えられるしね。こうやってグループに連携させたんだから今回。OK。どうしようかな。この水たちを、これをもうちょっとこっちにして、これももうちょっとこっちにやって。いやー、やればやるほどハマるんだよね。沼に。で、これを、グループ作成して全て移動で、9で方向転換して、違う。全て移動。よし、ここ、これぐらい距離空いてたら大丈夫でしょう。でかくするか。でかくしてもいいな。後ろはこれでいいけど、ちょっと横幅を、こっちに出させようか。ちょっと、すべて移動させて、で、外観の、配管の変更？もうグループ解除して。で、壊すサイズの変更か。サイズの変更で。とりあえず、後ろサイズ。
紙のサイズはちょっと横幅を最大なのかな。何か置かれてるからちょっと反応してんのかな。するとして、あ、そうだ、いや違う、これをすべて移動させて、とりあえずこれはここで、これはここで、OK。あー、ちょっとずいぶん場所を持て余してる感が否めんな。そういえばこのロッカーもそのままだったな。ここに置いとこ、もう使うことないけどね、ここのロッカーも。もうなんだろう、ロボットがいろいろ自動でやってくれるからアイテム入れる必要もないんだよね。ここに箱が必要なことぐらいで、で、多分家のいろいろを直さないといけないんだよね。大量、これも大量。入り口全体的に直しちゃあれな、これ。どんくらい、まあまあある。とりあえず、じゃあ家の中も直していくか。なんか重くね、ここ。とりあえず陶器くず入れといて。ナノくずはまた後でやるか。で、階段が、あ、やっぱりそうね。階段がおかしくなってるから、そうなってんだ。階段の位置を移動させて。あ、元の位置に戻しましょう。ここかな？まあ、これ後で直すとして、カバンの中のビルダーライセンスがここに来て、何置いてったっけ、まあ、ここかな。テーブル置いてたような気がする。いや、かわいいシングルベッドだから回収して、あれ？どうしてたっけ？あ、ここの一角全部なくなってるんだ。じゃあとりあえずこれを、で、ベッド、で、すべて移動させて、広くなったな。真ん中に机を置いてもいい感じだな。ただ机、誰、何やったっけな、何置いてあったっけ、スクエアテーブルか、ティーテーブルか、ティーテーブルっぽいな。ティーテーブル、豪華なクッション。上から見るか。こうか。で、ラウンジがこうで。エレガントなテーブル置いてたか？上か？いやー、ちょっとここら辺ややこしいな。で、ここに、いや、これじゃないな。ん？あ、三つ置いてたからこれで合ってんのか。で、逆だな。拾って、いや、回転これか。とりあえずちょっと上をもう一回見てくれ。あ、上ベッドがなくなってるだけかな。上は。ややこしい、これもちゃんと直そう。
ごい広くなったからなんかいろいろ置きたいけど、もうちょっと時間あるときにいろいろ遊ぼうかな、ここら辺は。いやー、あのダウンロードコンテンツの服も置いてもいいね。あれ？これは？やっぱ3つ置けるな。何置く？もう、いろいろ悩むな。洋服ラックはやっぱり、移動できないんだね。いやー、いろいろやったおかげで、お金がもう3000しかないな。1万以上ちょっと余分に取っておいたのにな。はあ、残念だ。一社すべてそうとして、あ、これが近すぎるな。最後これを移動するくらいかな。いやー、ちょっとお金も今日ちょっと稼いでいこうか、余分に。あ、なんかまた戻し忘れがあるみたいな。なんだ、あ、絵か。ああ、そうか。窓を新しく取り付けたから、その影響で絵がある。これじゃ、ちょっと邪魔じゃったかもしれんな。まあ、2階もちょっと窓を新しくつけてもいいな、そこら辺は。まあ、そんなことは裏でちょっといろいろやって、お金もじゃあ、あとは稼いでいくか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。